じゃあそのランキングに上げていただいたゲームちょっと見てみますか、はい、やった楽しみです。まずホトトギスなんですけど、おお、これあんまり音楽を覚えてないですよね。僕ねちょっと音楽の印象あんまないんですよね。おお、ここも渋いですよ。このオープニングも渋いですよ。マジで渋い。このだって墨で描いたようなさ、いいっすよね、オープニングいいっすよね。ここも一応ドラマティックななんかオープニングムービーがあるんですよ。嘘、はあはあ、もうそこごめんなさい、もう僕忘れてましたちょっとしたらあるんですか。あります、あります。このゲームの予告編と言い出すんですよね。タムテックスタムテックスっていう、まあ、あのアイレムさんのブランドの。はあ、ほんとだ、こんなオープニングムービーありましたお、かっこいい。かっこいいですよね、ここなんか映画シネマティックあ、ごめんなさい、すいません、自分のチャンネルのあれですもう映画ティックだ、はい、シネマティックですねなんかハンバーグしようみたいな感じですとりあえず声出しとこうって。すごい、予告編って書いてあるじゃないですか。そらすよ、うん、すごい、こんなのあったの。そう、かっこいいですよね。これやっぱ大河ドラマに影響受けてますねなんかこうもう独眼竜政宗が始まりそうじゃないですか、なんかねえ、すごい、これはすごいシネマティックですよ、うん、うわー、なんか城が燃えてる。そうですね、このホトトギスってでも時系列がちょっと無理があるんですよね。あ、生きてない部署がいたりする。ああ、なるほどなるほど。これはあのシナリオを選べなかったんでしたっけ。もう1シナリオだけでしたっけ。そうですね、1シナリオで。だからね、無理が生じるんだよな。でさらに制作者の好きな斎藤道三を優位にしてるって書いてあったんで。それでは見てみますか。はい、いきましょう。まあ、最初からスタートすると88年なんだ。僕は小5ですね。僕小6ですよそうです、ね、がっつり里部と遊んでる時ですね。里部この辺はね、里部とよく遊んでる。どこから行きます。やっぱり武田信玄じゃないですかね。信玄ここ違います。もうちょっと右下、ここそこです。はい、それは甲斐の国でしょ。あ、ほんとだ、武田家あ、もうこのビジュアル思い出しますね。これでも上杉ちょっと見ていいですか、はい、上杉これがね、グラフィック使い回し多いのに、これは信玄はこれだけなんでね、かっこいい。これっすよね。あれは独眼竜政宗どんな感じですか。あの固定の顔に眼帯ですね。あ、じゃあわりかし使い回し系なんですね。そうですね、あ、ほんとだほんとだ。伊達政宗はちょっと家臣というか。あ、そうなんですね。大体でもどんな強い武将も使い回しなのに、上杉謙信だけはこの人。上杉でやってみます。いやいや、でもいいっすよ、武田信玄しましょう。その下ですね。あ、ちなみに信濃の国は誰だろう。村上義清とかになったのか。ちょっと上いいですか、一個。もうそこ、ここそこ、うん、村上ですね。村上だ。あ、もう使い回しじゃないですかそう、ヒゲがあったり。武田信玄とも一緒だねこれねじゃあもう武田家でいきましょう。はい、あ、間違えた、帰りにしちゃったのか。あ、じゃあ 武田コンでいいですよ。コンにしましょう。そうそう、昔はね、そうですね、そのね。あ、そうそうそうまあいいやいいや、武田村、はい、あ、そうそうそう、こういうのできたんですよね。ありました。カリスマはあんまいらないんですよ、これ確か。へえ。戦闘とかがやっぱ一番大きくてみたいな。はい、これ使わないこともできるんですよ。使わないとどうなるんですか。弱くなりますよ、ね、弱いですよね。だから縛りですよ。ああ、もう自分を追い込んで、はい、重税をやっかして一気に起きたらリセットするみたいな、それが反則ですからね。まあそれはそうです。僕もそれはやってましたよ自分の中であ、それは反則だと。いやいや、やらなかったです。起きたらもうしょうがないっていう、出たもう一向一揆が。そうですね。あ、まだ起きた。ああ。危ない危ない。これ謀反とかで殺されたりしますからね。ああ。あ、でも当時こんな感じだったか、懐かしいね。まあ音楽これ結構締まりがないっていうか、まあポップな感じじゃないですか。だんだん締まってくるんですよという感じですか。わかりました、はい、わかりました。もうでもなんか懐かしさに胸がいっぱいです。ちょっと途中からがもしあれば。え、途中からなんてそんなあんの。あ、セーブデータがあれば。本当ですか。もうこの時代セーブできるんですね。あ、結構音楽がかっこよくなってません。これ今何曲ぐらいやったんですか。今ますね、でも少ないですね。あ、おお、これ信長でやってるんですかこれね。どこだろう。でも30年やってこれはもう遅いっすよ。あ、信長だ。信長だ。柴田勝家、利家、政宗ももう部下にいますね。政宗最初からいるんですよ。
はぁ、黒田女性はすごい強いとかあるんですよ、ね、強い、はいはいはい、このだから強さが見えてないんですよ。これ年ですか、右側に出てる、兵力ですね。あ、このホトトギスがすごい思い入れがあるということで、はい、欲しいですよね。欲しいですよ。差し上げますよ。やったありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。これはもう家宝とさせていただきます。あのアリコンさんにはイベントの時結構あげましたよね。そう、僕ね実はね藤田さんからね、はい、よくねソフトいただいてるんですよ。今日持ってきたんですよ。何あげましたっけ。映画系ソフトで、うん、例えばですけどこちらスーパーマン。あ、これねあの僕が僕のショップ、僕っていうか曲がりしたショップで売ってたこれシールなんですよ。あ、580円、武蔵小山で売ってましたね。 あとはもう先ほどから話題に出ていたスターウォーズですね。あ、まあまあ、サソリベイダー、うん、これはまあちょっと汚いですね、うん、これね。そしてはい、まあこれジャッキーチェーンのやつですね。それなりに面白いっていうところがあるアクションゲームですね。おお、これもこれ任天堂から出てますね。あ、ハドソン、これはねちょっともうちょっと後にしておいて、はい、あ、グーニーズ箱付き。あ、なかなかいいものをあげてしまった。これいいですか、ね、なかなか箱が付いてると今すごい貴重なんで。ああ、コナミですよ。コナミさん最高です、ね、シンディローパー最高。そして、あ、ゴーストバスターズも箱付きで僕いただいてましたね。マジか、箱付きをあげちゃったんですねえ、返しましょうか、大丈夫ですか。大丈夫です、あげたものは本当に。これ見てください、はい、ゴーストバスターズのゲーム、これクソゲランキングの第1位にすることが多いゲームです僕。あ、そうなんですね。これ なんでつまんないのこれ。まあそれはそちらのチャンネルに行った時にお話しましょうか。そうですねあの今度ね10月の9日、有村コンチャンネルね、あの藤田さんゲストでこのゲームを実際やりますからね。そうですね、はい、みんなでね、ちょっとね、うん、そしてこれはなんだ、あ、トランスフォーマーも僕これいただいてたんだ。マジでこんな結構綺麗なやつ。コンボイの謎これはどうなんですかこれ。あ、これあれだ、背景と見にくいんだよね、弾が飛んでくんのが。僕が多分テレビで結構やってるやつじゃないですかねこれ。だと思います、僕テレビで見たような気がします。あの指原さんにやってもらいましたねこれ。あ、宝から。そしてこれがね、なぜか2本あったんですよ。あ、トップガン1、2、これトップガン、これどうですか。うーん、まあまあ意外にこれは結構ね大衆的というかいっぱいあるんですよ。おお、うん、今だとゴーストバスターズかトランスフォーマーは結構貴重なもんですね。あ、そして、こちらでございますこれ嘘、結構綺麗じゃないですか。アンタッチャブル、結構綺麗。これはこれは駿河屋さんで買ったやつですね。本当だ、これマジでちょっといいですか。はい、これ綺麗だった。今ね普通でも箱付きだったら5000円ぐらいするんで。うわすごい、こんな綺麗だったら1万。いや、はがきもあるし。うわすごい、保存状態が超いいっすねこれ。これあげちゃったんですか俺これお返ししましょうか、大丈夫ですかこれ。いや、まあ大丈夫です。ちょっとアンタッチャブル、すげえものあげたっていうことでいいですか。いやこんな綺麗だったら1万ぐらいしますからねこれ。マジで、うん、これをですから一緒に、まあ、今日はね、うん、あの藤田さんのチャンネルなんであれですけど、僕の方の、はい、シネマラボでゲームやります。これはどんなゲーム、僕これやったことないんですよ。 3D シューティングからなんか普通に横に進んでいくシューティングになったりとかっていうやつですね。もうじゃあガンアクション。そうですね、はい、おお、アルカポネがね出てくるやつですね。ファミコンでこれが出てるってなかなか知られてないですよ、そもそも。知らない、知らない。しかもほら映画会社のパラマウントピクチャーズのマークが入ってるから結構これはちゃんと著作権撮ってやってるやつですね。もちろん後期なんでこれ、ファミコンの。ああ。だからかな、僕もうちょっと大きなお友達になってるんじゃないですか、ファミコン後期だから。ああ、そうですね、そうですね。だから、うん、ドンピシャじゃないっていうね。これは多分後期って言ってもスーファミが出てるんで、ああ。なかなかファミコンで触れる機会はないかもしれない。はい、ということで、ということで僕はアリコンさんに結構貴重なゲームを挙げてるということで。それでは次、東海道53次見てみますか。クソゲーでしたねはい、あ、2人でできるのこれ。いや、1人ずつです、ね、あ、1人ずつ、あ、じゃあ僕やってみるです。はい、やってみましょう。ああ、そうそう、花火職人のカンタロウねこれどっちがジャンプかな。まあまあどっちか。そうですね、それは分かると思う。この感触玉がね、そうそうそう、これお江戸から始まるんだよね。で、ここに戻ってくるんですよ。うんうんうん、即死ですね。え、いや、ちょっと待って、もう今始まった。始まって、忍者に触ったら即死します、それは。あ、これか。はい、危ねえ危ねえ。これ相手に触ったら即死しますから、ね、オッケーオッケーオッケー。これが軌道がむずいんですよね、当てなきゃいけないのに。そうなんだよ。あ、でも江戸の町は結構綺麗に再現してますね。これは登れるのか、うん、登れます。屋根とかにも。忍者に触ったら即死します。危ない危ない。結構追ってきます。即死ですね。いやー、これ難しいあの頑張れゴイモの時はさ、こう軌道が見えるのよ、はい、コバ見やすいですね。そうそうそう、はい、これふわーっとするんでね、むずいですよ。むしろこう下にいといた方がいいんだな。あんまりもうね、変にいかない方がいい。
はい、いやいや、あんま相手にしない方がいいかもしれないですね。あ、もう無視していけばいい。そう、とも、まあ追ってはくるんですけどね。そうね、じゃあもう無視していこう。これも一面ですからね。そうですね、一面でこの難しい、はい、やったこれで品川から次、はい、もう一気に変わりますよ。もう一気に田舎町、ここむずいですよ、もういきなり。あ、そう、もう無視していこう。下から疲れますからね、それ。わかった。で、最後の一気、これが、え、もう最後の一気なの。最後の一気ですね。二面で、え、二面で、一面で二気死んでるんで。あああ即死ですね。これ難しくない？むずいっす、むずいっす。ちょっとだけ藤田さんやってもらっていいですか。ちょっとこれぞ見本っていう。まあでも久しぶりなんでね、ちょっとね。はあ。これ最初は花火だけ一応上げるっていう感じなんだね。そうですね。まあ、やっぱこう突っ込んでいく感じなんですか、逆に。このゲームはね、とにかく右に行きゃいいっていう。そうですね。これ感触玉はパワーアップするんですか。しないっすね。あ、しないんだ。あとこの辺の時代ってさ、なんかパワーっていう概念ないですよね。うん、一回触れたら終わりっていう概念が、あ、ほんとだ、ノンストップでクリアですね。まあ、まあでも後半はそういかなくなってくるんですけどね。そうですよね、わかりました。まあ、むずすぎるということで、クソゲーってことですね。はい、クソゲーですね、これね、はい。じゃあですけど、はい、次 ER カーフなんですけど、はい、3人目を、そうそう、目をつぶって倒すと。もうね、任せてください。これは子供の時相当、その裏技知ってますよね。知らないです。裏技なんですか、それって。じゃあレベル2のむずい方で。はい。じゃあ1人それやるんで、3人目で渡しますんで。音楽が傑作よね。うわー、懐かしい。これまあ1周目はまあ適当にやってもある程度多分大丈夫と思うんで。ああ。このジャンプキックで頭だけをつくみたいな。これでも元祖スト2ですよね。だから1対1の戦いっていう意味だね。ああ、そうですね。おー、やっぱ飛び蹴りいいんですね、これ。頭にこうつくように、こういう感じですかね。スッといきますね。タカデレデーン。これでもお願いランキングで最近やったんですよ。ほー。で、狩野英孝さんがやりましたね。うんうんうん、で、同じようなこと言ってた気がするんだ、確か。あ、そう。これが必勝法だみたいなこと言って。あ、こいつ強いね。この火を吹く男。まあ、強くはないですけどね。でもなんかほら、動きがさ、こんな行ったり来たりするじゃないですか。でもこうなんか逃げ回ってるところをこう狙うみたいな。あ、その時は攻撃されないのかな。逃げてる時そうですね。ああ、なるほどなるほど。タオ、タオで、距離取っちゃって火吹かれるのはきついですね。ああ、なるほどなるほど。おお、来ました。はい、どうだ。じゃあ3人目チェンジします。チェーン男、これ、はい、キックは B ですか。そうですね、 B でパンチが A。 では私後ろ向いてやりますからね。はい、いいですか、皆さんよく見ててください。はい、行きましょう。大丈夫か、それ逆ですよ、キック。え、あ、ちょっと、あ、こっちか。はい、逆になってますね、またちょっと待って。いいですね、いい角度が入ってますね。これがやってれば大丈夫ってことなんですか。いや、これいけるんですよ。いや、殺されますよ。え、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、あと2機いるんで、あと2機いるんで。え、ちょっと待ってください。うん、ね、柱のところに行かない、柱がないな。あれ、ちょっと待って、あれ、なんかやり方忘れちゃったの。やっぱね、はい、レベル2だからですよ、これ。本当ですか。レベル1は確かいけたような気がします。OK です。じゃあ最後いきますか、レベル1で。はい、じゃあ3人目。レベル1なんで。いきますよ、皆さん。よく見ててください。頑張ります。これはもう言い訳はできないですからね。そうですね。柱がね、前あってんの気がしたんですけど。まあまあ、これ。いいですか、後ろ向きますよ。はい。どっちか死ぬまで何か言わない方がいいかもしれないですね。あ、じゃあちょっといいですか。はい。蹴りは一応相手の方向いてます。向いてる、向いてます。ちゃんといい方向行ってはいます。これちょっと連打のあれがダメなのかな、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、もうガンガン今ね攻撃してますから。はい、してますね。ガンガン今いい感じだと思いますよ。どっちのパワーが減ってんのかな。もうそろそろクリアじゃないですか。もうちょっとでいくと思いますよ、クリア。そうす、確かにどっちかは赤くなってますね。あ、本当ですか。どっちがやられるのか。これ親の前でずっと僕披露したことありますもん、これ。さあどうだ。くぅ、両方とも赤い。え、マジで。死んだ、どっちかが。今どうだったんですか。いい勝負したけど負けました。じゃあ失敗ということですか。ダメですね、すいません、申し訳ございませんでした。はい、じゃあまあ、アリコンさんがクソゲーと言われたベスト、クソゲー、まあ、ベストですね。クソゲーでもベストですね。ベスト1の
ハイパーオリンピックなんですけど。やったー、これ勝負しましょうよ。おお、いいですよ。富士富士。あー痛い、痛いよ痛いよ痛いよ。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士富士富士。